1ほら絶景よ、うん、これ山梨最高でしょ、これ最高最高ねえ、うわうわー、綺麗、東さん結婚しないですかも。これ水かけれるやつですか？それかけれます。めっちゃ熱くなりますからね。あっ！あっち、あっちは熱い。埋まっちゃった。今日は、うん、隠れ山梨じゃないですか、うん、まずメールくれたとこ行きます、はい、本当にこっち行ってみる、どこ、はい、どこかがあるんだ、うん、え、ここはい、そうなんだ、あ、痛い痛い、よかった、ちょっと待って待って待って、よかったよ、なんだよあれ、あれやべえな、ちょっと落ちないでください、転落したらえらいことになるから、うん、これやべえな、これこれか、ここの明かりですね、おお、ここ完全にこれペンションじゃないですか、これ見てください、これ、いや、これもううまそうだな、これ、え、これキノコ鍋で、これが山菜、あ、山で取ったもん、山的な、あ、だしうまっ、おおほら、絶景サンダー、あ、どうしよう、あ、どうした、江戸さん、ちょっと暖かいの、暖かい、暖かい、暖かい、どうした、リハック山梨最高じゃん、最高、温泉部に入ってよかった、温泉部入ってよかった、こんな絶景で風呂入るの、何よ、これ、あ、着いた、これ、これ網走口駅かな、網走口ってのかな、なんだろう、これ駅ですよね、はい、いたいたいた、ストップお願いします、はい、おはようございます、おはようございます、おはようございます、寒くないですか、寒くないです、あったかいです、いや、あったかくないじゃん、いやこんな寒そうなの、いやいや、おはようございます、ありがとうございます、よろしくお願いします、東出さん、ここな、何駅ってんですか、これ梶川沢口って書いてありますね、なんすかこの駅は、うん、いやいやいや、来たことあります？ないです。いやちょっと周りなんもないんだけどこれ。うん。じゃあ東出さん。はい。今日リハック旅ということで。はい。リハック旅基本何も決めてないですよ。うん。スケジュール送られてこなかったですよね。なんかよなんか来たんだろうけど読んでもいいです。一応今回は、うん、隠れ山梨っていうテーマにしました。隠れ山梨。うん。山梨ってまあほったらかしとか甲府盆地行くじゃないですかよく。だけど、まあ、奥地行くと結構ポツンと変なとこいっぱいあるじゃないですか山奥。まあ、とりあえず今日はそういうとこ巡ろうかなと。わかりました。はい。誰と行くん？あ、今日ですね斉藤さんが合流するんですけど、斉藤さんって東大の准教授合流するんですけど、うん、なんか昨日連絡来て、うん、朝授業あったの忘れてたっつって、うん、昼過ぎに合流します。あ、了解です。とりあえず一人とりあえず初め一人ですか、今僕と高橋さんと、はい、わかりました、行きましょうか、じゃあちょっとこちらタクシー、はい、移動しますね、これね、東出さん、山梨は来たことあるんですよね、もちろんちょいちょい、うん、山大好きですもんね、まああれ狩猟やってるじゃないですか、はい、普段、はい、あれってあれなんですか、僕知らないんですけど、うん、県ごとに免許が違うんですか、免許じゃなくて狩猟者登録っていう登録をするんですよ、はい、でそれは猟期っていう、はい、11月15日から2月15日までっていうのが猟期なんですけど、はいはい、その間だけそこの登録した都道府県でできるんですけど、登録料がだいたい1万9000円ぐらいかかるんです、だからどこでも登録できるわけじゃなく、うんうん、まあ1件ないし2件お金かっちゃいますよね、そうで登録して行ってっていう、そうなんですね、な、何取れるんですか今、普段だったら、まあ、鹿とイノシシが今全国的に増えてるので、はい、駆除っていう名目で取れるんですけど、はい、料金になると狩猟鳥獣全部なので、ほう、鹿、イノシシ、ほう、クマ、ほう、あと山鳥、キジ、タシギ、
あと小樹系、まあもういろいろタヌキもキツネも。キツネも。うん。キジも取れんすか。キジも取れます。美味しいんですかキジって。美味しいです。え今東出さんちったら結構いっぱい。うちのキジはないですね。でもキジ食べたかったら取り行きますけど。あとしばらくお会いしないうちにまたワイルドになったんじゃないですか。ちょっとそうですか。髪めっちゃ伸びてません。そうですね、髪今なんか次の仕事のために伸ばしてて。あ、そうなんですか。そうなんです。あ、なんかあの映像お芝居の。そう、そっか、俺東出さん旅人だと思ってたけど役者だったんですよね実はね。今日は、うん、隠れ山梨じゃないですか、うん、であの視聴者さんになんかもう本当調べるのめんどくさいね基本的には、うん、だから来てほしいとかありますかって聞いて、うん、まずメールくれたとこ行きます。はい。本当に俺聞いたことないですけど市川三郷町って知ってます。市川三郷聞いたことあります。行ったことないけど本当基本そのレベルじゃないですか、うん、そこで地方盛り上げようと頑張ってる人っていうんですかね。ざっくりと。へー。何をして盛り上げるんですか。なんかあの今地方で仕事するワーキングなんとかみたいなのをやって都会から人呼ぼうみたいな。ほんとざっくりですね。いまいち俺もよく分かってない。まあ行ってお話伺って。そうなんですよ。綺麗綺麗。ああこれこれ、あ綺麗じゃないですか。これは藤橋ですよ。あ、そうですか。これは藤川橋はもっと下。まあどうせ市川三郷行くから通りますけど、はい、これは藤橋っていう橋。藤橋。はい。これはまだ富士川なんですね。そうです、そうです。で奥の方で分かれるわけですね。そうです、そうです。あっちでね、はい、これ富士川の最後の方ですね。そうです、そうです。あー綺麗だわ。東出さんってあれですよね、忙しいのか忙しくないのか分かんないですよね。ねー。あーで取れない時は取れないじゃないですかスケジュール。なんかいやでももっと、うん、仕事を入れちゃダメだなって最近思います。どういうこと。12月中旬忙しかったんですよね。12月忙しそうしたね。なんか舞台終わってから、うん、その子なんかいろ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 あったんですよね、うん、でもなんかもっと一人で考える時間増やしたいなと思って。へえ、うん、さらに仕事減らすんですか。いやー、いやなんでしょうね。忙しそうだったからな、この間な。今日はね、高橋さんも心知れてるから、うん、普通に遊びに来てるみたいな感じだけど、取材とかだと全部そのアウトプット、外側に経験したこととか思ってることを全部吐き出すっていうことばっかりなんですけど、はい、もっともっとなんか自分で考えて自分の中で醸成させたそういういろいろな思考とか何かとかっていうのをインプットする時間が必要だなと思って、あ12月はなんかずっと外にそうやって出しやってたからあまり良くなかったですね。めちゃくちゃ真面目なこと言うな。考えてんな、いろいろ。これ藤川、これ藤川、あ、これだ、ここで藤川が末期屋と釜無川にね分かれると、はい、ここはまさに甲府盆地の始まりですね。だからね、この奥が甲府盆地。意外にでも運転さん、柵で取れなかったっすわ。そりゃそう、そりゃそうよ。うっすらだな、うっすら。いや、いいわ、ありがとうございます、はい、いや、めっちゃ綺麗だな。なんか、1年終わるな。うん、何の会社なんだろう今行くとこですか。うん、会社、会社っていうかね、シェアオフィスみたいのを作ってるっぽいのと、あとなんかちょっとしたサウナと高層部屋、なんかほら、最近のそういうシェアオフィスとかやる人サウナとか好きじゃないですか。そういう絶景の作ったりとか、あと酵素風呂ってよくわかんないですけど、砂風呂とかねやってるんですよ。でも俺この間舞台行ったじゃないですか東さんの。よくあんな2時間半もセリフ覚えられますね。これ信じらんねえんだけど、あんなの絶対覚えらんねえと。めちゃくちゃ喋ってましたよね。結構一人芝居多かったじゃないですか。もう一人で喋ってましたね。なんか誰かに物は喋るんですけど、そう、だからセリフの分量やたら多いなみたいな。多い。なんか僕あの開演前に自分のセリフを全部さらうんですけど、はい、1回は、はい、一人でずっとよどみなく喋り続けて1時間10分喋ってました。自分のセリフさらうというか、あっさり読むだけで。そう、いやすげえな。それ風邪ひいちゃいけないし、
まあそうですね。お酒飲めなかったですね、あの時期は。飲めないんだ。うん、なんか頭が鈍っちゃうのが怖くて。稽古中は飲むんですか？稽古中は飲んで管巻いてました。セリが多いんだよって。あ、これですか？これですか？どこに続いていくんですか、この道は。ほう。まだ大丈夫か。黒沢なんですよ。この後ろ、今さっきいたとこが黒沢なんだよね。いたんすか。いやいや、でもナビこっち左になってます。左、左。行った方がいいんですか。これ、ほら。酒井さんも迷っちゃいますか。確かにちょっと怪しいですよね、これね。島がすごいな。あ、これ島っすか。え、これ凍ってんすか。これ下ですよ、これ。あ、ナビが。あ、ナビ下ですか。あ、本当。怪しい。じゃあまあせっかくだからこの上何やるのか見てから行きましょうか。ああ綺麗だな。今日何個ぐらいその予定とされるものがあるんですか。一応4個5個ありますね。多い。結構ね夜まであるんですよ。本当だ、これ偉い霜で日が当たらないから。本当霜だらけだ。すごい。ここにいるからできる。ちょっと山の上行くとすぐ下ですね。もう。そうですね。あとその図らずも絶景が見れましたよ。はい、ありがとうございます。大丈夫です。ありがとうございます。ありがとうございます。撮れました。完璧です。これ。ああ、よかった。なんかすごい綺麗な。市川三里町黒沢ですね。市川三里町。4451です。あれこれさっきの駅ですね。そうそうそうです。これは黒沢の歩道橋だから。え？あ、これさっきも撮りましたね。そうデジャブですね。ずーっとナビをくるくる回ってますよね。そう。永遠に。たどり着くんですかねこれ。あでもこの先になってますよ。あ、こうあれ。やっぱり今のさっきのあれか。やっぱあれなんじゃないですか、坂を登って下の道ですよ、ほら下の道ですよ。やっぱほらね。そうです、そうです。これをね、ここですよね、さっきの。あ、なんかデジャブですよ、これ。あ、またそう、すみません、ナビでも簡単にたどり着けない。これで、そこの古い橋の方を登っていって下の道ですよ、そこは。そうですよ、はい、下の道っていいですね、下の道ですよ。まさに下の道ですね、滑るところ。あ、やっぱりさっき登ってきた車がいたから。一応下タイヤなんですか、これ。あの、オールシーズンですよ。開けてきましたね。急に集落かな。いや本当にこれちょっとどこここ椅子とかがなんか ここ、うん、この先ですね。これ通れないですね。じゃあここら辺ちょっと一回止めていただいて。これ無理ですもんね絶対ね。これどこ、ちょっと一生温泉さん待ちましょうか。ちょっと、はい、すいません。すごいなこれ。これはため池か。本当だ、池だ。これ電流流れてるやつですよね、多分。電気柵く？違うかな。おいおいおい、結構濁ってますね。鯉が凍りそうですね、もうそろそろ。鯉死んじゃうんじゃないですか。凍ってますよね。でも凍っても春になると生き返るんです。え？そうなんですか。うん。あ、動かずに？そう。そう知らん。あとあれ水も凍ってますよね。うん、凍ってる。え、鯉ってこんな感じで生きてるんでしたっけ？そう。そうなんだ。仮死状態みたいになって春を待つ。動かずに、うん、あれでそっか、生きてんだ。飯食わずに生きてる。知らなかった。すげえ道だなこれ。
なんか風情のある道ですね。ね、うん、行きますよってことはお伝えしてるんですか？もちろんもちろん。一応今日9時か10時の間ぐらいに、集落やな。こっちを登ってみる。こっち行ってみますか。こっちね。あ、なんか高速風呂っぽいマークないですか？お、お、あった。これか、フィルブラン。おお、これか。ポイントポイント、わお。え、なんかある。おお、あるじゃないですか。なんか急に、おお、おお、これ間違いないですね。これ、これ間違いないけど、どこが入り口なんだろう。人がいないっちゅうね。おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。浜野さん。はい、浜野です。あ、すいません、あの東出さんと。大きいですね、やっぱり、はい、あと高橋さん、よろしくお願いします。お願いします。え、ここよく分からずメール来たから来たんですけど。でしょうね。よく分からない場所ですよね。取れたところ、山の中の集落ですよね。そうです、町おこしの一環でここの集落を今起こしているような状態です。起こせますか、これ。大丈夫ですか？大丈夫です。可能性しかないです、この村は。それ後で、ね、村じゃないな、町は。これは県外とか、まあ、市内の人とかが利用しに来るんですか？そうですね、最初は県外をメインにしたかったんですけど、うんうんうん、まだ全然なんだろう、周知ができていなくて、うん、で大々的にはまだそこまで告知をしてないので。なるほどなるほど。今は県内の人たちが口コミで来ていただいてるって感じで。なるほど。でサウナ自体がまだプレオープン中でして、うん、で1月下旬ぐらいに本オープンできるかなっていうところで、うん、今なんかまあ体験で入ってもらったりとかしてる感じで、うん、材料というか道具を揃えてるような状態。なるほど。今日入れる？入れます。しゃ、はい、嘘、入んの俺ら。ぜひぜひ。だって温泉行くんですよね、この後。1日3回入るのが旅番組ですよ。いや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 いい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 い。ちょっとサウナを入りましょう、来たら。マジ、うん、水風呂が行けるかなと思ったんですけど、凍っちゃってるな。めっちゃ凍ってんじゃないですか。そう、もう凍っちゃっててね、出ない、うん、うわ、水風呂出ないじゃないですか。本当はね、井戸水で、出せる予定なんですけど、うんうん、やっぱ冬場は凍りますね。凍ります。よかったみたいな顔してるじゃん。いやいや、これな、中をじゃあ見てみますか。どう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 。中見て、うん、サウナ入ったと、はい、町じゃプラッとその可能性ってやら案内してもらっていいですか？ええ、ぜひ可能性見てみてください、はい、この町の、あの、はい、知らないところなんですごい興味深い。そうですね、はい、ぜひぜひ。皆さん中見てみますか。中は見ます。ここも築200年くらい。中は見ますって言ってますよ。言われている古民家でして、はあはあはあ、そう、あ、古民家さんなんですね、これ。そうなんです、200年くらい経ってて、何世代もあのいるんですけど。あ、めっちゃいい匂いする。あ、これサウナのやつですね。そう、サウナのやつです。どうすか、東出さん。いや、綺麗ね。え、ここ何なん、コワーキングスペース。そう、もともとコワーキングスペースだったんですけど、これはここに人が来るのかっていう話になりまして、はい、場所もちょっとこういう場所なので、はい、でじゃあなんかちょっともっと付加価値を、ここに来る価値をつけていこうっていうので、高速風呂を作ってみたりとか、サウナを作り出して、なので、まあ、リラクゼーションしながら仕事もできるよって場所に変えていこうかなと思っていまして。いくらですか、これ利用1回。サウナと一緒になっちゃってるので、はい、サウナが1回1.5 時間で3900円、はい、で 1.5 時間入り放題の3900円で、はい、その後もここの施設は使い放題で3900円。1日3900円でずっと入れる。へえ、すいません。じゃあちょっとこの後彼に託します。はい、ありがとうございます、サマさん。はい、彼ももあの元々地域おこし協力隊員で、今ここを手伝ってもらってる人なんですけど、はい、移住したんですか。はい、移住してきました。お、今一緒にここを手伝ってもらってるので。あ、そうですか。よろしくお願いします。しかし東出さん、高橋でございます、よろしくお願いします。なんか浜野さんがハードル上げまして、この町にはもう魅力しかないです、可能性しかないと。はい、そうですね。可能性を見せてもらっていいですか、ちょっと。非常に魅力的な場所なので。そうですね、だって綺麗ですよ、確かにね。魅力的です、魅力的でしかない。確かに綺麗は分かります、町が本当に綺麗です。そうなんですよ。ただちょっと産業の可能性もうちょっと勉強したいので。産業ね、確かに。定住の可能性を。じゃあよろしくお願いします、漆田さん。はい、お願いします。東出さんもちゃんと遠慮なく言ってくださいよ、あの、よかったらいい、うん、モアだったらモア。で、これ上に上がりますか。そうですね、こっち上に上がって、はい、ちょっと歩くんですけど、結構山奥
の集落にしては、はい、すごい人住んでるなと思うんですけど、なんか産業があるんですか？そうですね、どうなんでしょう、結構もともといろいろ養蚕とかやってらっしゃったっていうのは聞くんですけど、はい、でも今やってないですよね、お母さん。今はもうそうですね、その桑畑はすごいたくさんまだまだあるんですけど、仕事としてやってらっしゃる方はもういないですね。へえ、いやでも綺麗だな本当、日がかなりコンパクトにまとまった集落なので。漆谷さんもどこからいらしたんですか？はい、私東京から移住してきてもう、6年7年ぐらいになるんですけど、この上にちょっと畑があるんですよ、うん、こっち、はい、あれこれ寺すか？あ、これお寺ですね。いや普通に息切れたんですけどちょっと慣れてるんでなんか当たり前のように歩いてるんですけど、そこそこの山ですよね。これ開けてくれるんですか？あ、はい、あ、ここに書いてありますね。でも開けていいんだ、はい、基本的には出入りは自由なんですけど、はい、どうぞ。あ、ありがとうございます。農作地か。でもここが、まあ、ちょっと今冬なので作物はないんですけど、結構もうここ一面全部畑なんですよ。ほう。でこの畑が、まあ、かなり整備されてるので、うん、ちょっとここが下から見ると分かりづらいんですけど、上から見るともう山奥とは思えないぐらいしっかりとした畑ができてるというのが魅力で、何畑だ、もう何にでも使えます、野菜で。でここから結構その山梨の盆地がよく見えるんですよね。ほう、ほう、確かに見えますね。綺麗です、綺麗です。雲海っぽくなってますね今日。今日はそうですね、ちょっともやがかかってて、あ、綺麗、幻想的な感じになってます。いや、ここをもっとどん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 と、やっぱり一回休校になっちゃってるんですけど、そこをしっかり耕し直してレンタル農園とかも今後やっていこうっていう話はしてるんですよね。あ、これが可能性1ですか？そうですね、これが可能性1です。これ畑貸してくれるってことですか？もう誰にでも、はい、基本的にはやっぱり地元の方はどんどんやらなくなってしまっているので、まあ、そこをどんどん活用していきたいなっていうところはあるんですよね。どうですか平さん、この可能性は。いや僕の方も似たような集落なんです、はい、だからもうすごい遠慮なく言うけど、やっぱり耕作放棄地は増えてるんです。でもこれもう日本全国の問題だと思うんです。でそれを町おこしに行ってね、僕はまあ地方移住してすごい幸せな日々を送ってるので、移住者が増えればいいなと思うけど、ここをレンタルで借りてじゃあ通いで来るかっていうと、畑仕事って通いでなかなかできないんです、うん、ガソリン代だってかかるし高速代だってかかるし、野菜買った方が早いなっていうのと、雑草もすごい生えるので、マルチって言って黒いビニール敷いて雑草生えないようにしたとて、まあ水もちゃんとあげないととか肥料くべないととかいろいろあるから、だから地方のこの町おこしってまあこの1点だけで別に説明できないけど大変なんですよね。そうですね、この外作もあるけど、外作も結局倒木とかがバーンやると外作が一部破れるんです。あれか、そう、そこを鹿が入ってくるんですよ。おう、じゃあその倒木を全部切り出して外作を立て直すかっていうと、個人でやるには結構お金かかる。まあ日本全国の問題だと思うんですよね。でも田舎移住は僕は好きです好きだけど難しそうであると。難しいんですよね実際問題。たまに来るから気持ちいいけど、まあ、移住ってのはやっぱハードル高いですもんね。うん、これ都会からの人を想定してるんですか一応？まあ、そうですね、だからどこまでそのこの場所で生活してもらうのかとか、うんうん、まあ、こことどういう関係を持ってもらうのかっていうところがやっぱ一番の課題だなっていうのは本当に思うので、まあ、不便も多いは多いですからね、うん、会いたいところね。まあ、魅力1、確かにね畑楽しそうではありますが、うん、はい、あとまあ甲府盆地がな、綺麗だ綺麗だ確かにここは、うん、まだまだありますねこれ。そうですね、うん、まだまだ行きましょうまだまだ大丈夫ですか
これはなん、これ道祖神ですか、なんですか、うん、道祖神っぽいですね。そうですね、これ気になりますね。山梨ってこういうの多いですよね。地神って書いてあるんですか。そういうふうにちょっと読めますけど、蛇なんだろう。東先生、なんて書いてあるんですか。いや、土地の地だと思いますね。そうです、地か、ね、うん、土地の神様ですか、うん。お邪魔しますみたいな。お二人いるな、なんか。そうですね。何なんですかね。ちょっと私も勉強しておきます。私もちょっと勉強しておきますか、ちょっと。山梨って丸石神様信仰ってあるんですよ。はい、あ、丸石神様？うん。なんすかそれ？丸石だけがあって、道祖神のところに。ほう、で山梨市とか甲州市とか多いんですけど。はい、それはなんか河原で丸い石を拾ってきてポツンと置くんですけど、ほう、いつから始めたのかとかって全然誰も分かんないみたいな、うん、で何を祀ってんのかも分かんないって言って、で僕知り合い の住職さんに聞いたら、その人が民族学をやってる人で調べときますって言って、はい、いろいろ調べた結果、三つ股、ここは今五差路みたいになってたけど、はい、三つ股のこの中央に据えて、はい、この三つ股三差路を女性のあの体に見立てて、股間というか、そう、そこに玉を2つ置いて棒を置いたらしいんですよ。ほう、でその封印しとこうみたいな、ほう、で子宝にも恵まれるしっていうのをやったんだけど、長い歴史の中で100年とか200年経ってこの棒の部分が倒れて、ほう、玉だけが残ってるのが山梨甲州市にいっぱいあるんです。年を減るんですけど棒が萎えちゃって、そうそうそうあ、そう、面白いな、それめっちゃ詳しいじゃないですか、山梨の石に。いやいやいや僕郷土史好きで、いろいろ。へえ、まあ、今のところのどかで気持ちいいですよ、散歩して、ね、めちゃくちゃめちゃくちゃ難点がいっぱい生えてますね、この集落。ここ難点すごい生えてるんですよね。これ難点のよくわかりますね、難点なんだ、うんうん、お詳しい、綺麗、食べられるやつですね、難点。のど飴、いやでもこれ身自体は多分食えないんだと思います、うん、なんかいろ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 やって食べれるのかな、わかんない。これこっちでいいんですか。あ、こっちです。そっか。すみません、ちょっとこの先にまた別の畑があって。首都圏なのに中部地方、また畑ですか。あ、はい、畑なんですけど、そっちはこれからキャンプ場にする予定の。あ、なるほど。はい。謎なんですけど、ここら辺の方たちってお仕事は何やってるんですか。お仕事は結構山奥じゃないですか。まあこのあの村内で仕事をしてる方もいらっしゃいますけど、ほう、やっぱりその盆地の方で仕事をしてる方が多いですね。通いでベッドタウン。そうですね。あ、まあ、山梨ってそうか、盆地だから山奥どっからでも結構近いんですね、都会はね。そうなんですよ、すぐ下れば町になるので。そういうのがなんか、はい、え、村内の産業って何なんですか。そのは元々はやっぱり農業が多かったのと、まあ、あとは結構独自のなんていうんですかね、工業系のことをやってる方が結構ポツポツといる感じですね。でももうそういう人たちもどんどん少なくなってるので、うん、ほとんどやっぱり通いで行ってるうちにそっちで住んじゃった方がいいよねって言ってどんどん人が減ってるっていうのはありますよね。限界集落ですか、ここになりつつあるんじゃないですかね、うんうん、で一応これがなので桑尾のもともとお蚕さん時代の、はい、やってた。あ、そうです。へえ、こっちはなんか開けてきましたね。そうですね、こっちがもともとさっきのところみたいにしっかり畑だった場所の中でも、まあ、ちょっとやっぱり手が入らなくなっちゃってるともうすぐこうなってしまう。大阪沖市か。はい、招きますね、あれ。何ですか。で、あそこはあそこでお仕事されてる方がいて、その方の工場ですね。招き、え、洋服工場なんですか。まあ、何をやってるのか私はちょっと存じ上げないんですけど。これ参拝業者さんですかね。いやー、でもこういうね、あるんだな、いろいろ。めっちゃ気になるこの人間今畑に向かってんですよね。あ、でもこれ、これ上がっていく形ですね。はあ、はあ、確かに綺麗な畑。もうこれが一面桑です。へえ。でこれは近くでお茶工場、桑茶を、うん、桑のお茶を作ってる方がいて、その人が管理されてる桑畑ですね。あ、こっちもだ。もうここら辺一面桑畑です。桑畑、はい。まあ、でも綺麗、絶景だわ、絶景桑畑で。ここら辺をまた
キャンプ場にしたいなっていう今話をしていて。キャンプ場？はい。水は取れるんですか？水はその畑に使うためにもともと取ってて、そこがやっぱりここの強みではあると思うんですよね。あの畑のあたりですか？はい。キャンプ場で、それとサイクリングコースというか、はあ、自転車のなんかアクティビティみたいなものも計画はしてるんですけど。へえ、あ、ここサイクリングロードですか？そうですね。まあとはいえ、まあ一つ一つっていう形で進めていきたいなっていうところなので、まあ、まずはサウナができたので宿泊するところを作って、までキャンプ場を作ってっていう形でちょっと進めていこうかなっていう話をしているのがここですね。東出さん、キャンプ場ですよ、どうですかここは。うん、うん、やっぱ難しいね。いや、難しいですよ。キャンプ場を作ることが云々っていう話ではなく、この人口減少している中で、ボコボコ空き家があって、でも空き家ね、全部潰すわけにもいかんし、潰すのにもお金かかるし、そうだ、そういうところに誰かが移住して、ね、先ほどおっしゃってた古民家を民泊にするとか、やっぱやりたいんだけど、一個一個はいいんですけど、似たのも結構ありますからね。まあそうですね、ある程度しないとな、山梨県内だとどうしても魅力が共通のものになってしまうので、まあ、それをどうやって独自性出していくかっていうところは、まあ、どこもやっぱり考えあぐねてるんでしょうね。あ、こっちか。でもなんか映画みたいではありますね、絵が全部映画感ありますわこれ。いや、こういうところに魅力をね、皆さん感じて来てもらえれば嬉しいんですけどね。時代劇撮れそうですよ、なんかいい感じ。こんにちは。こんにちは。東出さん、やっぱいろいろ知ってますね。やっぱ詳しいですね。あ、ちょっといいですか、これ今。あ、はい。大体し、あ、めっちゃ民家の名前が、ね、そうなんですよね。今じゃ考えられないですよね。個人情報祭りですねこれね。全部載っちゃってる。でも一応今さっき行ってきたのが、まあ、こっちの方なんですけど、はい、畑ここら辺にあって、あれ道祖神ってさっき行ったとこですか？あ、そうですね、これさっきのところです。あ、で共同墓地あって、へえ。やっぱり全体的にコンパクトですよね。いや、コンパクトだよ。へえ。で、一応ここがもともと学校もあって分校みたいですけど。あ、ここが分校。そうだった、そうだったみたいです。へえ。で、ちょっとここがもう廃校になっちゃっているので、ここもどうにかして活用できないかなっていう話は今してるんですよ。で、一応今ここが借りてる家で、まあ正直中全然汚いんで。ここっすか？はい、ここで民泊やりたいなと思ってるんですけど。へえ、じゃあ中見ましょうか。じゃあ、はい、まあ、ただ本当に今片付けたばっかりなので。これ自分の家というよりも民泊用に借りてる家。そうですね。どれどれ、もっともっと。でも全然綺麗。そうなんですよ。そうです、綺麗ですね、はい、あ、全然全然。もともとやっぱり持ってた方が借りる方がしっかりと管理をしていただいていたので、全然そんなにたくさん手を加えなくても十分住めるような場所だなっていうのが。いくらで貸すんですかこれ？これはもう本当に月そんな何万もしないみたいな。え？月 2,3 万みたいな？そうですね。2万なら借りるな。まあ、やっぱり人が全然、ほう、そもそももう使う人がいないので、使ってくれるならありがたいよっていう方は多いですけど。廃屋にしちゃうよりはいいんできますか？そうですね。人が入った方が ね家は死なないから。廃れてっちゃうもんな。まあ、とはやっぱりある程度の信頼関係は。そうなんですよね。持たないと空いてるんだから貸してくれは言えないですよね。うちの方もやっぱ空き家バンクとかあるんです。ほう。で、空き家バンク、その役所に行ってっていうと売り値が 300-400 万とか、はい、でもそうじゃなくて実際
来て土地の人と仲良くなると、あそこ空いてる誰々の家だ、うん、けど知らんやつに代々の土地に入ってもらって不審火とか起こされたら、ああ土地の方が厄介だから知ってるやつにだったらタダでいいよとか、うん、あなるほど、信頼関係築けるとタダとか1万円っていっぱいあるんだけど、うんうん、ここがね信頼問題だからなかなか難しいんですよね。そこですよね。通い詰めないと無理そうですね。いやそれをさらにそのね、空き家バンクが悪いとは言わないけど、うん、もうちょっとなんか古いところを探す不動産みたいな人がいたらいいんだけど、うん、ただそうするとまた商売になるからお金がかかるじゃないですか、うん、そうですね、値段上がっちゃうもんな、うん、マジでただでちゃんと住んでくれるなら住んでいいよっていうホームページとかありゃいいんですけどね。うん行政に頑張ってほしいですよね。うん、お、はい戻ってきました。やった。東出さん。え？入っちゃいますかちょっと。マジ？いやだって来て入んないってもったいないじゃんって。一生来ないですよここ。そんなことよう言いますな。今んとこ。分からんよ。今んとこ一生来ないでしょ。サウナを入れば変わるかもしれないですよ。で着替えは一旦。この中に、はい、シャワー室で、はい、すみませんね、ちょっと私もどうしようかな。いや、それ着替え撮影 NG ですよね。そうね。YouTube も使えないでしょ。寒い、おー、それ、いや、寒くないですか。寒い。早く入った方がいいです、これ。やべ。あ、もうあったかい。あ、やったこれ全室ですもんね。うわ、あったけー。これは最高かも。これはいいかも。あ、絶景。あ、いいなこれ。え、これめっちゃ良いですか。いい。あ、これ。そう、上の方がいいな。上の方がいいんでしたっけ、さん。うん。いや、これ気持ちいいわ。これ水かけれるやつですか。これ水かけていいんですか。それかけられます。アロマもあるんで、もうちょっとアロマ足します。お、いいっすか。じゃあちょっと冷やさん、アロマお願いしていいですか。はい。これ最高じゃないですか。あ、アロマとこっちに入れるんだ。うん、そう結構いっちゃう方ですか、これ。わかんない、僕初めてかけます。めっちゃ熱くなりますから。あっ、めっちゃいきますね。携帯壊れないですか。まだ大丈夫です。まだ大丈夫。高温付きみたいに寝るんですか。寝ます途中で。これ熱くなるわ、これ本当に。結構きますよね。熱くなりますね、これ本当に。いや急に熱くて、東谷さんって結構容赦なくロウリュしてましたよ。これはロウリュって言うんですか。ロウリュ、手痛いですもん俺。あ、でもいいや、気持ちいいわ。これ入ってよかったでしょ。あ、これ入ってよかった。っ軽く引いてますけどね。と思ったけど。ちなみになんでと思うんですか。めんどくせえなみたいな。いや朝一だしなぁと思って。朝一だから入るんじゃないですかさ。そうなんですね。朝一いいっすね。そう、なんか人間として終わってる感じがいいじゃないですか朝から。あ、確かに。俺今日なんか会社の会議4つぐらいぶっちしてますから。出なさい。それは出ないのだね。好きです。その今流行り あのサウナすごい詳しい人みたいなことではなく、うん、なんかあれば入る。昔サウナ、まあ昔というか分かんないです。あ、でも若い時は好きじゃなかった。やっぱ年取っておっさんになってきてから我慢することを覚えて。だんだん変態になってますね。どうなんですかね。おっさんになってから好きになったんですか。でもおっさんになってから好きになったものすごい僕多いですけど、多くないですか。え、例えば何ですか。でも人もそうかもしれんな。あと人が好きっていうのは若い時はもっとイケイケで、うん、もう自分がすごいなんか、うん、なんつったら全知全能みたいに思ってる部分があったけど、はい、年重ねてからの方がいろんな人すげえなって思えるようになったから、へー、人好きになりましたね。東出さん絶対若い頃だったら、うん、ディレクターの私と多分仲良くなってないですか。なってない。今ギリだもん。今こいつ失礼だな。あちゃちゃちゃ。あちゃちゃちゃ。
ますか、ちょっと一回やりますか、これ、ね、おー、来た、もう多分整うってやつ、おー、うわー、気持ちいい、めっちゃ気持ちいいぞ、これ、うわ、湯気、東出さん、体から気持ちいい。うわ、気持ちいいな、これ最高っすね。これね、冬場は水止めちゃってダメね、水ね、出ないって言ってましたからね、あったからシャワーあるから、いやすごい湯気、あー気持ちいい。これありがとうございました。めっちゃ整ってますね、これ、うん、外気浴か、うん、とりあえず大丈夫です。なんかもうそろそろ寒くなる気がする。そうっすね、ちょっと油断すると油断するとやられますよね。山梨の外気強いですからね。恋もさっきもう仮死状態ですもんね。こういうのやるともう次のロケ行きたくなくなるんだよな。寒くないですか。ちょっとなんかしますか。もう一回整っていいですか。ちょっともう一回入りましょう。もう一回ですか。ちょっと寒いわ。もう一回やって整っておしまいにしましょう。はい。はあ、いいわ。ふう。ああ、いや、こっち快適やっぱ。ああ、あったけ。東出さん結婚しないですかもう。ないんだ、まだ35だから言ってられるけど、俺42じゃないですか、うん、いや俺もう今一人になったら寂しくて泣いちゃうよ。うん、42。でも東出さんって謎に友達が集まってくるからいいっすよね。俺性格悪くて友達いないから。そんなことはね。そうそう、家族がいないと思う。いや忙しすぎて多分友達が寄りつく暇がないだけで。ちょっとね、確か会社入って友達いなくなったな。何歳まで働くんですか、東出さん。いやでもまあ子供の養育と賠償が済んだらもうそんなにお金はいらないんじゃないですか。ああ、まあ、そこまでちゃんと。そう、もちろん。ああ自分にはあんまお金かかんないからな、もともと。そこでもちゃんと、まあ、10年20年かかりそうっすか。そうでしょうね。仕事の量によるか。うん、出てますか。おい、ありがとうございます。さすがに暑いな。うん、2周目も効きますねこれ。気持ちいいわね。しかし村人に上半身肌大丈夫か、晒すの大丈夫。歩いてないこっち、ほら絶景よ。あこの整いは、ほら山梨最高でしょ、これ最高最高ねえ。うわー、綺麗。こんなとこでのこれ外気浴最高、これほんと。なんなんすかこの東出さんの絵面。古民家抜けの。じゃあシャワー浴びますか。浴びましょうかね、気持ちよかった。うん、いや最高だったわ。あれ東さん、シャワーは撮影 NG ですよね。なダメだ。いや、あ出ました。うん、なんか飲み物を用意してくれたらしいです。美味しそう、美味しそう、美味しそう。お茶でラテ作ってる。紅茶、あ、さっきの話。へぇ、どうですか、飲んでください。いただきます。よし、ちょっと好みがわからないので甘みが全然今ないですけど。あ、普通にお茶だと思う。抹茶ラテっぽい。へぇ、抹茶ラテっぽいんですか。うん、桑の葉ってあんまわかんないな。へぇ、うまい。これ牛乳も山梨さんですか、これ。それは山梨で買いました。北海道産の可能性あります。はい、多分何
え、ここ市川大門なんですか？そうです、ここもともと市川大門町で、今は市川三里町っていう名前に変わってますけど。あ、そうなんだ、はい、でそれがその自治体、ここの、まあここが一応一番古い、残ってる名前だと奥義っていうんですけど、うん、ここの自治会の人が、まあ、作った資料ですね。何の資料？語り継ぐ沖、この集落ですか？そうです、ここが奥義っていう。あ、こういうのいいな、これ、はい、めちゃくちゃ土器が出てる。うん、あ、めっちゃ土器出てるんじゃないですか。うん、縄文的なやつか。うん、東出さん、こういうの好きなんですか？好き。東出さん、趣味渋いっすよ。そうですかね。東出さん、やっぱぼーっとしてたら1時間のロケの方が2時間いっちゃってて、最後なんかあれですよね、はい、最後もう一個風呂なんですよね。はい、酵素風呂という。酵素風呂、はい、ぬかを発酵させたものをに入っていただいて温浴をするというもので、めっちゃ入りたいですわ。簡単に言うとぬか漬けになる感じです。へえ、ごちそうさまでした。ありがとうございます。ごちそうさまです。でちょっと酵素風呂最後見ていいですか？はい、どうぞどうぞ。それでこちらは、はい、じゃあ外からになっちゃうんですけど。おお、ありがとうございます。最高でした、最高でした。これここですね、こっち脇に。あ、こっち。はい、こっちなんです。すぐじゃん。ちょっと分かりづらいんですけど。え、この建物ですか？はい、そう、もともとここ蔵だったんですよ。ほう、蔵を、まるまる中を作り込んだというか。どうぞどうぞ。基本的に女性専用なんだ。そうなんです、女性専用になってます。今日は特別。そうです、特別に私たちがイケメンだから入れてくれる。そういうことですね。高橋も含めてですか？はい、はい、もちろんです。そういうことになります。東さん、なんでその苦笑いしてるの？失礼、俺に失礼なのか。行こう、行こう。こちらです。あ、こっちはスパっぽくていいですね。でも確かになんか独特な匂いがする。あ、そう、これぬかの匂いなんですよ。あ、これぬかなんだ。買ってめっちゃ発酵するやつですよね。うわ、すごっ。え、どれ？うわ、むせ返るけど。すごい匂いですよね。ぬかの匂いすごっ。ただね、これそんなに強くない方なんですよ、うちのお店、匂いに関しては。あっちぃ、あっちぃわ、熱い。熱いっすか？おぉ、待っちゃった。東出で覚えてみた。めっちゃ茶色じゃないですか、東出さん。揚げパンになったみたいな。揚げパンみたいですよ。